9月に行われる立憲民主党の代表選をめぐり、野田元総理は立候補するかどうか慎重に見極める考えを改めて示しました。立憲民主党、野田佳彦元総理、旧立憲民主党の代表選の対応は、台湾訪問の日程をこなすので一生懸命でしたので、特段何かということではございません。旧引き続き、熟慮中、まあ、そういうことです。 今夜台湾訪問から帰国した野田元総理はこのように述べ、党の代表選に立候補するか慎重に見極める考えを改めて示しました。判断の時期については、考え方を整理したいと明言を避けました。立憲民主党の代表選をめぐっては、野田氏が立候補するかどうかで構図が大きく変わってくるため、野田氏の対応に注目が集まっています。